ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はリンゴ農家直伝、リンゴと大根のゆず漬けを作りました。リンゴ狩りの時に農家のおばあちゃんが教えてくれた懐かしい味を再現しました。甘酸っぱさが絶品、忘れられない味です。1. リンゴはよく洗って皮ごと使います。皮には食物繊維や強い日差しから身を守るビタミン C やポリフェノールが含まれ、老化防止にお役立ち。 2. リンゴは栄養価が高く、免疫力を高め、風邪予防にも効果的、腸内環境も整えてくれます。 3. 大根もリンゴも皮付きのまま、栄養も無駄なく取れて食感も楽しめます。 4. ちょっと一手間で大根とリンゴ2段階で漬け込むから、どっちもちょうど良い仕上がり。 5. ゆずも入れれば香りまでグレードアップ、見た目にも華やかです。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。基本的に毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。材料、作りやすい分量、リンゴ1個、大根3分の1本約 700g、 塩大さじ1、柚子1個、砂糖大さじ3、酢大さじ4と1/2。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずは食材をカットする。このようにひげ根の跡がまっすぐになっているものは、辛みの少ない大根で渦を巻いていると硬い地面をねじりながら大きくなっていくので、辛みの強い大根になります。大根の上部は水分が多いので、大根おろしやサラダに向いています。大根の下の部分は水分が少ないので漬物に向いています。リンゴの皮には食物繊維や日差しから身を守るビタミン C やポリフェノールが含まれているので、皮ごと使います。あれば柚子を加えることで香り豊かになります。まず洗った大根は皮付きのまま半月切りにします。ちょっと大きいので、まずは長さを半分にしてから半月にし、薄切りにしていきます。大根は塩漬けするのでボウルに取っておきます。残りの大根もどんどん薄切りにしていきます。今回は包丁で切っていますが、スライサーがあれば便利です。ボウルに入れた大根を大さじ1、大根の 2% の塩で漬け込みます。大根に塩が全体的に絡まるように振っています。塩が行き渡ったら重しをします。落とし蓋の上からちょっと重たい鍋を置いて重しにします。重しはお家にあるもので代用してくださいね。次にリンゴの皮をよく洗い、皮付きのままカットする。まずは縦半分に切り、もう半分に4分割して芯を取り除きます。同じように残りの4つの芯も取り除き、種の部分の周りの芯も三角に切り取ります。次に皮付きのままリンゴをくし切りにカットしていきます。皮が同じ幅になるように放射状に切っていきます。リンゴの皮の部分が同じ幅にカットできると、並べた時にとても綺麗に揃います。大根の塩漬けの準備ができるまでトレーに取っておきましょう。次に柚子の皮を剥き千切りにし、果汁は取っておく。柚子の皮は厚く剥いて白い部分が多く入ると苦味が出るので、なるべく薄く黄色い部分の皮を剥きます。身の方は半分に切り、後で果汁を絞ります。柚子の皮の方は細かい千切りにしておきます。柚子の果汁の方は後ほど絞るので、種だけを取り除いて準備しておきましょう。塩漬けしておいた大根の水分を絞る。リンゴと柚子をカットしている間に漬けておいた大根の水分がこんなに出ました。ざるで水切りし、水分を絞ります。水分を除くことで少ない塩で漬け込むことができます。容器に大根の塩漬けとリンゴを交互に漬け込む。この紅白に漬け込むことで、持っていった時にとっても喜ばれます。お正月の席にもめでたい感じでいいですね。ちょっと容器に入りきらなかったので、小さい容器も用意しました。
私が初めてこの漬物をリンゴ農家さんでいただいた時には、リンゴが漬物になるなんてってびっくりしたのを覚えています。でも食べてみたらあまりの美味しさに、漬物というよりはデザートの感覚で食べたのを思い出します。余った分は隙間に詰めちゃいます。これで詰め込み完了です。柚子の皮を上に散らします。砂糖大さじ3をリンゴと大根の上にまんべんなく振りかけます。今回使っているお砂糖はきび糖を使っています。精製された真っ白のお砂糖よりも少し体に優しいです。次に砂糖の上にめがけて酢を振りかけます。砂糖も溶けて食材にじんわり甘みが染み込みます。最後にその上から柚子の果汁を絞ってかけます。このようにスプーンで押さえながら握ると果汁がたくさん出てきます。あとは少ない調味料でしっかり浸かるようにラップをふんわりではなくぴったりつけます。ぴったりラップの上から重しをして蓋をすることで少ない調味料をなじませます。漬け汁がこぼれないようにしっかり蓋をして冷蔵庫で一晩漬け込みます。涼しいところに置けば冷蔵庫でなくても大丈夫です。漬け上がりがこちらです。白と赤の紅白が見た目にも華やかです。甘酸っぱいリンゴと大根の柚子漬け完成です。今度リンゴの柚子漬け試食してみたいと思います。はい、大根の白の間にねリンゴの赤が入って可愛らしいですよね。ではいただきます。毎年うちの息子たちがねまだ小さかった時に、母がリンゴを一本購入しといてくれるので、毎年リンゴ狩りに子供たちを連れて行ったんですけども、その時に農家のおばあちゃんがいつも作って出してくれる大根とリンゴの柚子漬け、この味、この味です。懐かしい味です。甘酸っぱくてね、さっぱりしてて、おはぎとか食べた後にまたこれを食べるとね、いくらでも食べれちゃうよね。リンゴといえばね、デザートで食べるイメージありますけど、大根と一緒にお漬物にすることで癖になるお漬物です。ぜひお試しください。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。あなたのいいねやコメントが動画を作る励みになります。よろしくお願いします。なお、このレシピは山梨日々新聞の毎日レシピに掲載されたものです。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。